レチノイン酸、レチニル、レチニル、レチノエイトは、レチノイン酸と、レチノールが結合したエステル。既存のレチノイドの皮膚刺激性、また熱や光に対する安定性を大きく改良している。化粧品の成分として配合され、ニキビやシワに有効だとされる。レチノイン酸の構造、レチノールの構造、レチノイン酸、レチニルは、 オールトランスレチノイン酸とオールトランスレチノールのエステルである。レチノイン酸末端元のカルボキシ元とレチノール末端元の水酸元が脱水縮合してエステル結合した化合物である。既存のレチノイドは光に対して不安定でまた皮膚刺激を起こす。皮膚刺激性による強い皮膚炎が生じることもあるため、この皮膚刺激性を改良したレチノイン酸レチニルが 韓国で開発された。また、光学的な安定性、熱への安定性が改良され、細胞毒性も低下している。レチノールでは光に対して2時間後にほとんどすべてが分解されており、レチノイン酸レチニルでは24時間後に分解のピークが見られ、熱に対しては常温で4週間後には、レチノイン酸レチニルではまだ90%が分解せず保たれているが、 レチノールでは70%であった。15人のランダム化比較試験で2ヶ月後、0.05%濃度のレチノイン酸レチニルは、炎症性、非炎症性にきびと、皮脂量を偽薬よりも優位に減少した。46人の RCT で2から3ヶ月後、0.06%濃度のレチノイン酸レチニルは、偽薬及び0.075%レチノールよりも目の、 周囲のシワを改善した。11人での RCT で0.06%濃度のレチノイン酸レチニルは0.075%レチノールよりも光老化によるシワの深さや面積を減少させ、レチノイン酸レチニルでは後半、痛み、熱感といった副作用の報告はなかった。ありがとうございます。